皆さんどうもです、ポリスです。今回ですね、早速現れましたゴッドムーブEU 限定でパフォーマンス検証っていう大会がね、いつものごとく競技環境のチェックとして開かれてるんやけど、そこでね、なんと EU パワーランキング0位パーナー入る大会をやったことがないプレイヤーがね、急にがっつり競技大会で3連ビクロをかましてて、何やこれって見てみたら、案の定ねフォートナイトしてましたねガチのゴッドムーブ、チーターではないと思うんやけどね、果たしてどういう戦い方をしていたのか、それでは行ってみましょう。レッツゴー。では早速初動から見ていきましょう。降りてる場所はグリムゲート。やはりね、神々の力を取りに行くのかなと思いきや、めちゃくちゃ曲がってこの外回りの木一本に降りに行きますね。まさかのやけど要するにこのゴッドチェストですね、これが取れてしまえばどこでもいいのかなとは思いますね。味方もグリムゲートの外れのもはや過疎地とも言い難いようなね、このゴッドチェスト一点張りで拾いに行って、ここで雷ゲット、そして翼ゲット、この両方を使ってしっかりと立ち回らないとできないようなムーブになってましたね。だからこのゴッドチェストは必須なんやけど、このチェストね、もともと当初は出現率 90% やってんけど、一瞬で修正されて今 70% ぐらいなんですよね。だから出る出ないがちょっとだけあるから、あ、ちゃんと上からグライダーで探して、あ、ここにあるなっていうところに降りに行ってるのかなと思いますね。だから固定降りというよりかはゴッドチェストが湧いてるところに降りるみたいなムーブ。そしてここで魚スキンにね、雷を渡して、この魚スキンが両方持って、この人はね主人公となって立ち回っていきます。でこっからね、立ち回りの解説をしたかってんけど、申し訳ない、今回はね感染がメインになってしまいます。まあ、なぜなのかというと、神々の戦いやからね、陣地を超えてるから、俺にはわからん。といえば、マジでわかんないよ。本当にわかんないよ。何が起こってるかがわかんないぐらいの立ち回りになってて、で、プラスアルファで、やっぱね、近畿やから、やっちゃいけないムーブになってるんですよね。要するに、グリッチと思うんですよね。まあ、どういう技なのかというと、これですね。スーパー大ジャンプ本当にどういうギミックなのかわからんねんけど、イカロスの翼でマップ全体を見渡せるぐらいね飛べちゃうと、まさに神してんだよね。でこっからフリーの場所を見つけて、まあイカロスの翼の効果のスキルでね、もう一生回って効果しに行く、もうベイブレードみたいになってんねんけど、まあここでまあ立ち回りとしては、こっから回復アイテムを集めて、で耐久勝負に持ち込みたいから、まあできるだけフリーなところを上空から見渡して、回復アイテム取れそうなところにこの移動で寄っていくという立ち回りですね。まあでも今のもな、よく見つけたよなって感じはするけど、多分グリッチではありますね。まあ、イカロスの翼もね、最近本当にいろんな選手とかもね、こうしたら競技でも強いんじゃないかみたいな発見とか、まあいろんな対策とかがね、もうすでに作り出されてるんやけど、このムーブはね、さすがにグリッチなんじゃないかなと思いますね。まあ、この高さ、高度もそうなんやけど、プラスアルファでここ数字を見てほしいんやけど、翼って本当は使ったらこの数字がね、減っていくんですよね。で300、意外とね、簡単に消費しちゃうと思うんやけど、これ多分消費してないんですよね。リプレイってこのアイテムの消費とかが反映されない時もあるから、まあされてない可能性もゼロではないんやけど、多分ね、もう無限にこっから使っていくから、まあ消費してないんじゃないかなと思います。と考えると、まあこれはグリッチになっちゃうと思うから、仮にね、やり方、あ、これ多分モード切り替えとかでこうやってんだなとか分かってもやらない方がいいとは思いますね。だからまあこういうことがあったんだなぐらいで思っていただけたらなと思いますね。でこっからね、またフロッパー1個集めて、また飛んで外回り。まあこんだけ飛んでたらね、周りに敵はいるけど敵気づかんよなまあ自分たちが視認できるさらに外にいるレベルのね高さになってるから、しかもめっちゃ簡単にできるよね。なんかすぐサクッと飛べちゃうから、まあほんまに神の能力をね手に入れてるみたいな感じなんやけど、こっからねまたねもう一個神のムーブが、ね、出てくるんですよね。それ何なのかというと、ここでスヌーティーの建物を、俺最初ねこれ隠れるだけなんかなと思ったよね。まあアンチガイ待機早めにして戦闘から逃れたいみたいな話なのかなと思ったら、ここでまあここに行くのが正解なのかどうかはわからんねんけど、ここでねなんかね生命の錬成をし始めるんですよね。さっきフロッパー釣れる場所1個だけしか釣ってなかったのもね、ちょっと怪しいなって思ったんやけど、なんかね、ここでメディキットを投げる。おう、投げる。で、なんか時間を取って、また投げる。おう。で、今2個投げてるよね。でもまだメディキット持ってる表記ですよね。で、3個投げたよね。もうこの時点で、なんだこれって。本当になんだこれって。で、メディキット拾ったらね、なんか増えてんだよね。
やばすぎるよな。ガチで神々の錬成スキルまで持ってるんだよね、このフロッパースキル。やばすぎる。しかもフロッパーまでね、作成できてるからね。やばい。ガチの神がいるみたいになってるんだけど、これで回復アイテム、今シーズンやっぱね、回復アイテム重ねるの意外と難しいなと思ってたんやけど、もうこれこそどうやってるのかわかんないんやけどね、なんか海外でも増やせてるんだよね。やばいよな。これも、これこそ明らかに愚痴だと思うから、もう見つけてもね、やらない方がいい。本当にそれで1日のバンとか、なんなら1週間とか競技出れないとか全然ありえるから、まあ本当にこの人もね、いずれバンはされてしまうとは思うんやけど、まあこういうことを発見してできて、なんなら大会でね、使っちゃう。しかもこのマッチね、大会の中でも3マッチ目、3ビクロエ目なんですよね。このポイント見てもらったらわかると思うんやけど、めちゃくちゃメンバーも強くて、神セッティいるんよね。もう世界王者がいるぐらいのレベル帯に、この人たちが、パワランゼロイがね、入って、で、ビクロエまで持っていけるからね。やばいよな。で、ここでね、味方の方に寄っていって、あとは円の内側にこの人は置いておくだけで、で、味方ね、やられちゃうんやけど、まあ、味方は何してたのかというと、まさかのね、グリームゲートフリーで ミシックショットガンね、ゲットできたりはしてたんやけど、まあ、基本的にやっぱり戦闘スキルは他の競技勢に比べるとね、あんまり高くはないから、ここでもう、頑張って雷差し込みに行ってダメージをね、取りに行きますね。やっぱレベルは高いから、サージ対策をしないといけないと。だから、この相方の人はね、もう無理やりにでも、サージダメージを取りに行くっていう戦い方をしましたね。まあ、このミシックショットガンとかもね、もったいないから味方に渡すんかなと思ったんだけど、天空ムーブだからショットガン意味がないということで、もうこの人がね、単独でなんとかね、ダメージを無理やり取りに行きますね。ここでもう近距離まで寄った後、雷使うからね。基本的にやっぱり雷は、デュオで使うとね、この距離で使うとやっぱ、対空で一瞬でやられてしまうから、遠距離とか中距離でスナイパーと掛け合わせるのが強かったりするんやけど、まあ、ここはとりあえず80ダメージゲットしたということで、で、この人がもう一生上でね、羽ばたいとくだけ、あとは。まあ、視点だけ見たらマジで神というかチーターだからね。まあ、このムーブやってる人もこの人だけやったやろうから、マジで誰もね、気づいてないと思うし、あとは上からずっと飛んどくだけで、まあ、視点もね、正直暇ですね。常に浮いてるだけだよね。まあ、回数はちょっと減ってはいるから、この落下の時に消費してるのかなと思うんやけど、まあ、それでもね、この1個の翼だけでも最終マッチ、最終円までずっと飛べるんで、まあ、そう考えたらね、やっぱりゴッドチェストを最初に拾ってしまえば、もうこのムーブできちゃうから、やばいよな。簡単すぎるよね。しかもクレームーブみたいな複雑性も全然ないからね。とにかく無限に飛んで無限に回復生成してっていう神の力を使うだけ。まあこれ 圧倒的すぎるよな。神セッティとかもね、いるレベルのマッチで、もう神が見たい世界王者の戦いにもなるんやけど、神セッティもね、前のシーズンはちょっと初動が厳しそうで、あんまり成績がね、振るわなかったから、今シーズンも頑張ってほしいなとは思うんやけど、神セッティがどこに降りるかとかもね、注目ですね。持ち物はもう回復 3×2 コースやね。ここの持ち物とかもな、今シーズンもちょっと難しそうよね。翼、今の翼、ちょっとインパクトありすぎるけど、結構競技シーンで翼って、強いか弱いかで言うと、ベリーの方が強いんじゃないか説もね、全然あるから、チャグスプとベリーとフィズとね、もうベリームーブ、低重力ジャンプムーブを作ってますね。で、一方その頃、浮島湧いたところで、ここの魚スキンは浮島の遥か上。もう浮島すらね、見渡せるくらいの天空で常に飛んでますね。ただまだね、人が残ってて、サージのシステムをね、ちょっと喋ると、昔のシステムではなく新しいシステムだから、4名減ったタイプのサージですね。それが続投されてるみたいなんで、まあ、今シーズンはね、より厳しいサージの環境になってからのスタートになってると思いますね。だから案の定ね、サージが出て、しかも80カットしてるのにサージの境界値まだ以下なんですよね。これはやばいというところで、第2の神の力、ゼウスが出てくるんよね。上空ゼウス。強すぎるよな、こんな。もう、こんなんやられたらたまったもんじゃないよね。上から急に何も悪さしてないのに天罰降ってくるみたいな。もう、かわいそすぎるし。で、飛行にも他のチームはね、ちゃんとこれ見てるから、もう外から撃たれてやられてしまうと、もう、どうしようもないよな、こんなん。まさにゴッドムーブでサージもね、稼げちゃって。まあ、これがね、あるからゼウスを持ってる理由になりますね。これがもし銃だったらね、撃っても腰打ちだからなかなか当てれないし、結局サージでやられてしまうっていう可能性が高いと思うんやけど、プラスでゼウスがあるから、貫通してダメージ取れちゃって、サージも大丈夫っていうね、なんか理想形になっちゃってるよね。 でも、裂け目よりも上だから誰も気づけないし、まあ、今の雷もね、まあ、旗から見たら浮島から撃たれたんかなって思っちゃうから、まあ、誰も警戒はできないですよね。多分警戒してても描写距離の範囲外で、もう映ってすらない、視認すらできないんじゃないかなとは思いますね。で、またここから移動円までずっとね、
内側に一生入り続けながら最終円閉じるまで行きますね。まあしかもストームのダメージ1回も食らってないから耐久時間もね最長時間まで生き延びれるから、まあ回復アイテムもね最長まで生き延びれる回復セットやから、ストーム酔いが発生してでもまあ勝ってしまうと完璧よね。まあこの完璧さはちょっと良くはないと思うんだけどね。無限に受け続けてるし、ここでねふわっとちょっとずつね下に下がっていって、またサージが以下になったってなったら、またゼウスの時間ですよね。もうもはやこの人がサージみたいになってるけど、もう神罰だよな。かわいそすぎる。これでまたストームサージを稼いで、またねふわっと浮いて、ここまでちゃんとゼウスをね体現してる人はなかなかいないと思うけど。ガチ神罰最強すぎるんよな。でまた破壊されて、これでね理不尽にワンギヒャー取っていかれて、まあ高さもねこれでドローンカメラで見たらこんだけ高いからね、もうえぐい。まあ本当に過去一レベルで高いんかもしれんね、これは。しかも高いだけじゃなくて自由度が何でもねできちゃうっていうのもすごいよね。操作性めっちゃ残ってるし、まあそもそも競技シーンにゼウスあるんだとも思いましたね。ゼウスあるんやね。イカロスの翼はさすがに移動物としてね残るんかなとは思ってたんやけど、今のところこのパフォーマンス検証は競技環境のチェックのために作られてて、このまま行くとゼウスの雷がねある状態で大会進められそうではあるから、まあそれがねあっていいのかない方がいいのかをチェックするためも兼ねてのパフォーマンス検証と思うけど、今のところ悪さしまくってますね。でここでねまた無限に浮いて、ただ次のねサージがまた出てきますね。でさすがにレベルが高いからまた以下になっちゃって、ここはね翼を閉じて降下しながら敵をねしっかり狙えるところを見つけて、また雷を撃ちに行くと。もう選びたい方だけどな。まあここまでね建築されとったら貫通するのかなと思ってたんやけど、結構やっぱゼウスの雷はね2枚貫通ぐらいは簡単にできるから、ここでまた80カット、さらに40カットで、でもギリねサージ足りない。まあ普通にレベル高いよな。これでサージはねまだ以下の状態で、この円閉じるとねサージ発生しちゃうんやけど、ここで発生まで行っちゃって、もうあとはねヒールで耐えるしかないって感じなんやけど、ギリギリ勝手にね人数が減ってくれて、下界は温存できた状態でまた上空浮き続けると、もう一生上にいるんやけど、もう天しか映らんねマップの、こんだけ高いからね。やばい、やばすぎる。プレイヤー視点で見るとね低さまあまあでもめちゃくちゃ高いけどね、天空よりかは高いかなぐらいだと思うんやけど、もうもはや描写機より最大でも映らんぐらいの高さになって、あとはもう常にね浮き続けて、ラスト 1v1v1 とかの回復耐久になったら、上空にね浮いた状態でもはや耐久できてしまうという感じになってるんで。フロッパー食べてメディキットも巻いて、であとは一生ねもう撃たれもしない、どこにいるかもわからないと思うから、常に耐久で相手がヒールなくなって勝っていけるみたいな感じですね。まあ今シーズン耐久勝負、まあ前のシーズンよりかはマシになるとは思うんやけど、これはさすがに勝てないからね。まあここでビクルを取っていくと、まさにゴッドムーブでしたね。はい、いかがだったでしょうか。まあ仮にねこの回復増やしとか無限に対空できるとか見つけたとしても、まあやらない方がいいのはね間違いないんで、グリッチはね気をつけてもらえたらなとは思うんやけど、まあこういうことをしてる選手も実はいたよという感じでしたね。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今後の競技をね見ていきたいですね。それでは皆さんまたね。